胸キュンコメント選手権スタート。今日から俺の女な。リセの女な。めちゃくちゃ恥ずいよね。だからするのね、それ。恥ずくないよ。衣装とメイクさん。そうよ。そうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ST ローダーさんから絶賛発売中のキュアカラーエンビリップヘアコレクションはですね、4つのスペシャルケアが唇をいつでも完璧なコンディションにしてくれる。持っているだけで心が弾むミレニアルピンクの可愛いパッケージも魅力。メンカラピンクなわけやん。ミレニアルピンクにしたね。あ、いや、めっちゃいいやん。おしゃれやん。一人だけ。いや、俺もおしゃれやん。チョレギサラダグリーンやん。めちゃくちゃおしゃれやん。一緒やん。おいしそう。同じ棚に並ぶ。なんでやねん。一緒やん。こちらね、ちょっと一見、女性用のものに見えると思うよ。そう、なんか男性も。え、そうよ。やっておりますので、実際に使わせていただきましょう。いいですか。リアカラーエンビスムージングスクラブ。唇を柔らかく、滑らかに整える。あ、なんか、どんな感じ？つぶつぶがある。唇洗ってるみたい。リップの塗り方、超うまい。いや、指もさ、ここ使うのじゃすごいよな。これ、親が塗るやつ。めっちゃいい。カラーリップレンジリップバーン、これそのままいけちゃう。ちょっとそのままいけちゃうやつ。なんか恥ずかしい。塗り方が慣れてない。いないいないか。唇がツヤツヤになるリップクリームね。いいよ。滑らかでちょっといい匂いする。こちらがですね、ピュアカラーエンビナイトタイムリップオイルセラムでございます。オイルセラム。花々のオイルを栄養成分として配合していまして、夜間に潤いと栄養を届けてくれる。おお、え、すごい、めっちゃ気づいてた。おお、光ってる。続きましてこちら、ピュアカラーエンビリップボリューマイザー L。 いつも唇潤ってる。リップ3つつけるからな。3つつけるんすか。マジで。すげえ。プルプルチューしたくなるような口で、チューいいで。じゃあこれだけじゃないの。今これで終わりじゃないの。これは俺がそっか。そっか、待ってこれ。ちょっとそういうの、そういうの何でもいいんだ。待ってください。どっか4つやったら。いただきます。え、はい、モノボケ。いや、やりたい。関西のいいとこ見せない。大体だよ。分かった、はいはいはい。関西でいいとこ見せよう。はい、ケント、任した。誰ちゃうやん、これ一人やん。ケント、任した。ダンベル横向きです。ちょっと待って待って待って。おい、待って、一緒に滑ってるからな。でもリップ塗ったらいけてたもん。まず皆さんにはですね、こちらの4種のリップケアコレクションの中から1つずつ選んでいただきます。携帯を彼女に見立てて胸キュンコメントを撮影してください。はい、胸キュンコメントには縛りがございます。コメントは商品名の頭文字から、例えばボリューマイザーの5。ボーボーボー、僕は、僕は、ああ、なるほどね。あとリップバーンのリ、はい、リリリリンとしてるね。で、もうそれ言ってない、言ってないやつがネタなくなってくるね。僕はなしなし。スムージングスクラブのス、それはだから好きとかね。はい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 。オイルセラムの お、ね、あ、お、俺も。あ、まあ、消していくだけじゃない。最後にみんなで撮った動画を見てですね、一番多く投票を集めた動画を撮った人に、ST ローダーさんから超豪華商品があります。しようかな。すごいな。
なんか家デートがいいんですよね。家デートっぽく。待て、なんか使ってる。で、ここでキュンとしたこと言えばいいんだよね。閉められてんけど、なんで閉められた。イエーイ。倒してる。頑張って立てております。ということで、撮影終了しました。お疲れ様でした。それではですね、皆さんが撮った、胸キュン映像見ていきましょう。タイトルは、はい、あっさり。あっさり。ちょっとね、シンプルというか、なんと言いますか、こう誰シチュエーションはですね、すごく可愛がってる後輩が、おー、後輩ちゃん、後輩ちゃんが誕生日です。今日さ、お前の誕生日やんか。だから、お前がずっと欲しがってたリップ買ってきたから、このリップ、俺も使ってるリップやから、一緒の使ってほしいなと思って買ってきた。じゃあ俺がちょっと塗ってあげるから。お、塗ってあげる。ボッとすんなよ、ほら塗るで。全然OKじゃない。このリップで君を俺色に染めてもいい。ほんと、キー、うん、可愛い。ボッとすんなよ、ほら塗るで。このリップで君を俺色に染めてもいい。いい、いい。質問です、はい、俺色というのは具体的にどういうことですかね。俺をが出してるこの雰囲気をそのまま君ごと包んじゃうよみたいな。はい、いい、いい、いいんですけど、ちょっと一つ気になったことがあっていいですか。はい。ボ、ボ、その後の方が決め台詞と言いますか。これやっぱ決め台詞はその後からと思ってたでしょ、うん、違う、実はボーっとからなんですよ。あっさりから最終的にはちょっとこってりな感じもあって、だからもう一回ね、替え玉みたいなと思ったもん俺。普通に醤油豚骨みたいだな。醤油豚骨じゃない。あっさりとこってりなやつ。今うまいこと求めたのにさ。なんで通すんだな。シチュエーション的には同棲してます。あ、あや、逃げない日常を西田と大吾が今から説明していきたいと思います。皆さんぜひとも見てください。よろしくお願いします。おいしょー、はい、まあ、タイトルで言いますと、考えてない、考えてない、今考えてる、今考えてる。ええやん、どうせ、ええやん、どうせ。誰だわ。おー、いいね。まあ俺ってわかるか。え、脱いでる、脱いでんな。家感ある。全部脱いじゃう。一緒に住み始めてからだいたい1年ぐらい経ったやんか。そこで思ったことあんねんけど、やっぱり俺あんたのことめっちゃ好きやわ。めっちゃ好きやわ、出た。嬉しそうにしてる顔、笑ってる顔、悲しそうにしてる顔、怒ってる顔、寝てる顔、全部の顔がすごい愛しくて。めっちゃ見つめてくれるやん、うん、女の子キュンキュンするよな。いつも幸せ。この間がリアルだよな。だからさ、やばいな、緊張するな。数十年先も俺と一緒にいてくれへん？結婚しよう。ちょっと待って待って、楽観取って。おー、ちょっと待って。じゃあちょっと泣かなくなるおまじない。自分につけるの？おー、潤わせてから目つぶって。数十年先も俺と一緒にいてくれへん？結婚しよう。お金払ってもいいですか？無料で見れるのこれ？無料でいいんですかこれ？マジで恥ずかしかったよ。しかもなんか長いやん、見てる人
人らからすると一瞬やったよ。まあまあリアルやねんな、うん、ほんまの会話みたいで。確かに、うん、続いての方どうしましょう。ここら辺ちょっと王子見ときたいな。おえ王子見ときたい。くるんちゃん王子見ときたい。おいちぎせ急に来た。ユーチューブ多分ちょっと俺かなって思った。ユーチューブ一番恥ずかしい。ちょっとやばい、やばいことに気づいたかもしれない。ちょっと入れ、俺リーから始まってないかもしれん。ちょっと待って、それ後で、後で、後で一回撮ったやつ D から始まってるんですけど撮り直したんですよ。それ自分の番の時言って言うの。まあ、今プレゼンする人の前でやめたって。じゃあ、リュウセイ。じゃあ、リュウセイ、まずは、じゃあシチュエーションからいきましょうか。同じ会社で勤めてて、うん、同期のことをまあ、みんなの前ではあかんから休憩中に、二人きりの時にちょっと、ぷっくりした愛。あ、ちょっとリップにかけてね。なるほどね。今暇？かわいい。ちょっとだけ俺に時間ちょうだい。あのさ、今日誕生日やん。だから今日はタンプレを渡したいなと思います。じゃじゃん、これ買ってきてんけど、エスティローダのピュアカラーエンビリップボリューマイザー M やねん。これめちゃくちゃ唇がぷっくりして、今俺も使ってんねんけど、絶対似合うなと思って塗ってもいい。さあ、そんなボーってしてたら変な男に捕まんで。お、かわいい、似合うやん。よっしゃ、これで今日から俺の女な。どこにも行くなよ。してたら変な男に捕まんで、今日から俺の女な。流星の女な。流星の女なる。いや、素晴らしかった。なるほど。はい、あ、質問さん、質問さん、ボというワードはすごく難しいところ、うまくね、お兄さんはやられてたと思うんですけど、ありがとうございます。他にボで候補とかってあったりしたんですか？ボソボソとかはあなたに聞いてません。ボみたいなリップあるぞてね。普通に質問したのに、なんかいきなりボケ出すから。ちょっとダイちゃんと似てるかもしれないですけど、はい、同棲してまだ結婚してないんですけど3年目同棲。ああ、結構長めの。タイトルありますか？カズヤとラブラブな日常。え、新聞の4コマ漫画にありそうな感じ。お、え、何これ？コーヒー。お、飲んでる？飲んでる。ちょっと下からですね。めっちゃいいコーヒーメーカー。どうしたの？あんまでもこの身長差がね。コーヒー飲みたいの？身長差。え、違う？あれ？じゃあどうしたの？うん、首振った。あ、もう眠たいって。一緒に寝ようって。しゃあないな。あ、オイルセラムまだ塗ってないやん。声でかない。じゃあ、俺塗ってるから、はい。めっちゃびっくり。おい！これで塗れたな。よし、じゃあ寝に行こうか。合成してみたらいいやろ。考えた方がいいのよ。さあ、オンから始まる。オイルセラムって普通に商品名で言ってた。ずるくない？一番ずるい。いや、オイルセラムまだ塗ってないの？で、チュー。じゃあ、オイルセラム、オイルセラムの O やろ。みんな全員知らないと。あれ？疑惑で出る？大橋の名字もらってくれるみたいな。ほんま？おい。採用。採用。なんか、いやでも良かったでしょ。アングルをうまいこと使ってるなっていうのはあるやん。下からで多分彼女目線でとか。そこは良かったね。うん。シチュエーションとしてはもう、大悟君と大橋君と一緒で。お、寝る前、テレビを見てる。はい。時に、こう言ってあげるみたいな。タイトルとかありますか？仕事終わりの夜。どうぞ。おい、おい、おい、横顔決め。もう眠たい？あ、もう寝んの？そっか。じゃあ、おやすみ。あ、ちょっと待って。これ、オイルセラム。塗ってなかったやろ？女の子は、塗った方がいいからね。保湿のためにも。はい。いいね、いいね、いいね。オッケー。あ、そうや。
俺も潤してほしいねんけど、その唇で、キスして。求めが大事、かわいい、かわいい、かわいい。じゃあ一緒にベッド行こうか。はい、いいね。俺も潤してほしいねんけど、その唇で、キスして。かぶってたんですよ。いや、全然、全然違う。いや、かぶってたよ。かぶりの母さえもかぶってたよ。かぶってたよ。一緒一緒。最後の、なかったし。キス求めるって新しくない？新しかったな。なんか男の方からするイメージあったけど。キュンキュンするし、ほんまにテレビ見てて CM で最後エステローだみたいな流れて、もう全然いけそうな。質問はないですか？ないですか？いや、もうこれに関しては質問なしです。素晴らしい。疑惑の長尾なんですけど。いや、そうや、お前この話だ、疑惑の長尾。リップバームのリース。リーよ。リースね。だからリーを言ってるのかどうか、ここはもう。そうやね。もうやっぱり、これが縛りのルールですからね。はい、そうそうそう。シチュエーションは、社内の会議前。社内恋愛してるわけですよ。あ、同僚みたいな。同じ会議出るんですけど、その前。なるほど。タイトルは、社内秘密恋愛、バームバーム。バレへんかな。中から始まったね、今。まあ、まだ会議始まる時間じゃないし、誰も見てないと思うけど。あ、でもリップ崩れてる。そんな敏感な。これ男の子も女の子も使えるリップバームやねんけど、まあこれで直せばバレへんと思うから。はい、うんってして。うん、かわいい。君のリップを崩しちゃうことはあっても、君のマスカラを崩すことはないよ。なんかせえってことね。恥ずかしい。時間大丈夫やし、もう一回だけチューしようか。君のリップを崩しちゃうことはあっても、マスカラを崩すことはないよ。なんか大人、大人っぽい。リモンダイです、リモンダイ。 君のリップ、君のまではちょっと前の文章だから大橋と同罪やね、やってること。だってシチュエーションとか完璧だったけど、そのリーさえうまいこと使ってたら、ね、リーがあれば。皆さん、恋してますか？藤原カンパニーはですね、藤原カンパニー、この度、恋してますか、こちらのテーマでさせていただいてます。素晴らしいね、社内ですので、それを有効活用して、なおかつドキドキ感を味わえる、そういった、動画を作ってみました。それでは皆さん見てください、どうぞ。うますぎ、うまい、うますぎ、一人で全部完結しちゃう。めっちゃ気になるわ。お、来た、来た。なんかカットですね、入ってくる。疲れ、めっちゃ見られてるよ、ここ。わかる、仕事慣れた。あ、いい感じ、うん、てかさ、そうそう、今結構周りから見られてんねんけど。お疲れです、お疲れです。え、でも OKOKOK、 あとで出る。 OK、 あれ、昨日俺んちリップ忘れてたね。もうちょっと周り見られてるから、はい、こんな感じで。はい、てかさ、今日も俺んち泊まる。 OK、 一つだけ約束、あんまりリチャード先輩とイチャイチャしたらあかんねん。OK、 俺嫉妬しちゃうから。あれ、じゃあね、あんまりイチャイチャせんときな。リチャード先輩とイチャイチャしたらあかんね。リの使い方、リチャイチャか。リチャリングリチャイチャで。ちょっと待って、クリアファイルさ、そうですね、資料を、まあ、渡すんですけど、普通に渡してるように見せて、実は2人だけのリップという、ね、笑いも入れてドキドキも入れて、笑い、笑いもある。え、笑いじゃないの、最後。あ、うちの社長のリチャードさんだ。社長じゃん、親会社、親会社。あ、そうだな。あ、そういうことだ。リチャイチャカンパニー、リチャ。それではここからは投票タイムでございます。まあ、一番多く名前が上がったメンバーが優勝です。まず一人目、一票目、こちらです。ダダダダ、ミッチー。おー、一票目ね、やった。二票目、長尾。おお、割れたよこれ。続きまして、ジョー君。割れてる。1位
111くるんちゃう、くるんちゃう、長尾、おお、みっちょ、みっちょ、ジョー君、ちょっと待って、俺道枝、長尾、ジョー君が2票ずつ並んでいます。すげー、ラスト発表したいと思います。道枝、おめでとう、やった、 ST ローダーさんよりやば豪華賞品のプレゼントです。ありがとうございます。やばいやばい、ミクロエッセンス、ミクロついたらやばいかな。そうなの、そうなの、ミクロついたらやばい。なんかちょっとマイクロエッセンスマイクロついたらやばい、やばいから、若いな。選ばれなかったですね。だから俺のチュチュちょっと一緒に一緒にちゃうって。いやいや、票数ゼロの4人でチュチュチュ終わります。そうだね、罰ゲームみたいになってる。うまいこと言ったと思うんだよ。なんかいい感じ、締め。ということで、以上、なにわ男子でした。せーの、チュ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 。はい、後で謝りに行きます。謝りに行きます。